皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ダンサーズライフサポート、通称 DLS は、生徒の安全と将来の健康を第一に考えるレッスンを当たり前にを合言葉に、元オーストラリア政府認定バレエ学校専属セラピスト兼セミプロフェッショナルレベルのダンサー向けエクササイズ、解剖学と怪我予防のクラスの講師を担当してきた佐藤愛が、大好きなバレエを心ゆくまで続けたいダンサー、バレエの先生へ情報をお届けしています。先週、先々週に引き続き、今日のポッドキャストでは DLS 教師のためのライブラリのチラ見せというか、チラ聞きっていうんでしょうかね、音声をお届けしているので、正しい表現は分かりませんが、ライブラリ内のクラスの一部を音声だけお届けしています。今週のピックアップは外反母趾について。理由は、明日から始まるダンサーの足セミナーを記念して、足に関連することがいいかなと思ったからです。とはいえ、先週のポッドキャストでもつま先を伸ばすためのエクササイズ、カフライズについてお話ししていますよね。何を隠そう、ダンサーの足セミナーは2012年からやってきたセミナーすべての中で私が一番好きなクラスなんです。そしてダンサーの足についてお話しするのが好き。まあ、ダンサーの怪我を見ていると、フット周りの怪我がやはり多いから、10年以上バレエ学校で治療家として見てきた怪我の中でもダントツでしたし、バレエ学校で悩み、バレエをやめるきっかけとなった私の怪我もフット部分でした。つまり、一番私が体験も経験も指導歴もしてきたエリアであるから愛着があるのかもしれません。フットは好きっていうとちょっと変な感じがしますけどね。最近ポッドキャストでアップしている教師のためのライブラリですが、動画と資料でお届けしているクラスになります。その音声をカットして一部をお届けしている関係上、エクササイズとか画面を見て一緒にねとか、資料を見てねという部分をポッドキャストでは取り上げることができません。なので説明が多く、難しい言葉がたくさん出てくるポッドキャストになってしまっています。しかも、もともとは1クラス2時間のクラスをライブラリ用に10分以下のビデオにカットしてお届けしているので、一部を聞いただけではレッスンとのつながりが見えづらいかもしれません。でもレッスンも同じじゃないですか。先生がアンシェルマンを説明して1回で理解し完璧に踊るためには、ある程度のレッスン歴が必要ですよね。最初のうちは先生の動きを見てるし聞いてるんだけど頭に入ってこないとか、説明を聞いてるときは分かってるつもりなんだけど、実際に音とともにマーキングしてみたら大変みたいなことありますよね。勉強も同じだし、バレエ解剖学も一緒です。何度も繰り返す必要があるかもしれないし、勉強歴が増えれば増えるほど自然と頭に入ってきやすくもなります。そしてハマっていくんですよね、マニアックな世界に。すでにライブラリ会員の皆さんは、うんうん、だから会員になってんだよと言ってくれるかもしれないし、今回セミナーに参加される方はどっぷり2日間計4時間かけてダンサーの足の話をしていくのでわかるかなと思っています。ま、前置きが長くなってしまいましたが、外反母趾クラスより音声をどうぞ。人体の話がちょっと出たので、復習をしてからこの先に進んでいきましょう。人体というのは、皆さんがご存知のように骨と骨を結ぶ紐ですね。コラーゲンが豊富で紐です。伸び縮みするもの、筋肉みたいなものではありません。関節を安定させること、関節を固定させること、その場所にいてねってしてくれるものです。で、これが外反母趾にはすごく大事になってくるんですよ。場所から関節がずれてっちゃうっていう、進行してっちゃうっていうものじゃないですか。だから、その場所にいてくれてね、ちゃんと戻っててね、ちゃんとこの場所にいてねってしてくれるためには、人体はとっても大事になってくるんです。筋肉とは違い、エネルギー消費がないって書いてありますが、筋肉っていうのは体が筋肉を維持するためには常にエネルギーを使ってるんですね。で、このことを基礎代謝なんていうふうに言う人もいるかもしれません。筋肉だけの話ではないんですけど、生存していくために必要なエネルギーがあるっていうことです。人体たちももちろんそこに存在するためには ある程度のエネルギーが必要なんですが、人体を使うということはなく、ただの紐なので、そこでエネルギーを使うことはありません。存在するだけなので。だから、この先に出てくる膝が中に入っちゃう反調質だったり、体の柔らかい子たちっていうのはすごく疲れやすいんですね。なぜかって言ったら、人体のサポートがない、もしくはすごく少なくなっている、筋肉でサポートしなきゃいけない、筋肉はエネルギーを使う、よって普通の動きをしていても他の子と同じ動きをしていても疲れやすくなってしまうということが出てくるわけです。で、外反母趾に関係してくる人体というのは、横アーチをサポートする人体になってきます。横アーチというのがどこかというのは、またカーソルを見てみてください。こちらです。親指の付け根のところから小指の付け根、MP 関節のこのセクションですね。関節、
を紐で結んでるから。で、ここに横に走ってる子たち、これを横アーチをサポートする人体って言って、中に入ってるやつと深いやつと2種類あると書いてありますが、まあそこまで知っておく必要は全くありません。横に走ってる人体があるんだなと思っていただければ嬉しいです。でも、この図を見ただけで、親指の甲を真ん中、足のセンターの方に引っ張ってくれてる人体だっていうのがわかりますでしょ？小指も同じく見えますよね。なので、この人体が外反母趾にはとっても大切になってくるわけです。そしてここでダンサーだけに出てくる問題というのもちょっとお話ししておきましょうか。ダンサーだけでお話ししてくると、甲を出すっていうことで足のストレッチ、有利を押す系、先生が上から押すもそうだし、自分が上から押すもそうだし、ストレッチですよなんて言いながら長座でやるような動きが出てくると思います。でも皆さん、自分の足の甲を見ていただいてもいいですし、自分の知識を振り返っていただいてもいいですが、足の甲に筋肉ありましたっけ？指と指の間はありますよね。裏側もありますよね。足裏鍛えてとか言うじゃないですか。でも足の甲のところに筋肉ありましたっけ？こうムキって、大腿四頭筋みたいなやつ、いないですよね。なので何を伸ばしてるんだろうって一度そこで立ち止まらなければいけないわけです。私たち指導者は筋肉を伸ばす、それは OK、 筋肉をストレッチする、それも OK、 筋肉があればねだから本当にそれがあるのかなっていうのはちょっと考えてあげる必要が出てきますし、つま先を伸ばしましょうって言ってる時には何をしてるのかなって考えてあげる必要も出てきます。でそこで何をやってるのかなって考えて、よくインスタとかでも見るかもしれないつま先を伸ばすっていうのをイメージしてみてください。足前に出しました。もしかしたらかかとを持ち上げるために何か下に入れてるかもしれません。でつま先を床の方に押していきましょうみたいな動きをしますよね。でその動きを何度も繰り返したりだとか、幼い頃からやり続ける、もしくは長い間止まってるってすると、残念ながら人体が少しずつ少しずつ伸びていってしまいます。それっていいじゃない、つま先伸びるようになるんでしょ？いやね、人体が伸びちゃったら、先ほど見た MP 関節を集めておいてくれる人体たちのサポートがなくなっちゃうということなんですよね。で、しかもその足に一生体重を乗っけて生活していくんですよね、私たちこれから。そうしたら確かに靭帯を伸ばしましたって言って、その時には可動域、大きさは増えてるかもしれないけれども、可動、動くことができる強さは作っていないんだろうねっていうことはしっかりと頭に入れてあげなきゃいけませんよね。だって筋力は鍛えていないんですから。そしてダンサーのつま先は伸びる伸びないだけではなくって、踊りに耐える耐えられないっていうエリアで見なければいけなくなってきます。踊れないダンサーはダンサーじゃありません。そしてここのグラフにあるのは何を見てるのかというと、プロのバレエダンサーたちを10年間追ったどんな怪我があるのかなというリサーチによると、一番ダントツで数が多い怪我の種類に見えますか？一番左に書いてあるやつ、そしてそこにはフット、アンクルって書いてあるわけです。足先の怪我。ということはですよ、ラッキーなことにカンパニーに入ることができて、ラッキーなことにカンパニーで10年間踊っている人たちでさえこれだけ足先の怪我が多いということを考えたら、皆さんが見ているかもしれない大人の方々だったり、皆さんが見ているかもしれないまだ子供で体ができていない子たちの足だったらどうなるんだろうということは一度考えておいてくださいね。ではまたちょっとした日本らしいダンサーらしいところをもう少し見ていきましょうか。足指を広げるって日本人すんごい好きなんですよね私は残念ながら他のアジア圏の国に住んだことがないので、他のアジアの国か東洋医学とかがメインストリームで使われているような国でも同じことをしているのかちょっとわからないんですが、オーストラリア、ヨーロッパ系、アメリカ系で比べてみると、足指を広げましょう、わーいって喜ぶ日本人っていうイメージがすごく強いんですよね。広ければ広いほどいいとか、指がパーできたら素晴らしいみたいな、なんか飲み会のゲームみたいなところにも使われたりとかしてます。 MP 関節を
0度、つまり先ほど見た中足骨と上についてるちっちゃいやつらを0度にしてまっすぐにすることが大切ですか、イエスノーというクエスチョンであればイエスです。骨のアライメントは大切なので。で、さっきちょっと見たけれども足の指が内転している場合、親指の爪の方が内側に入ってきちゃってる場合、その子たちを外転方向、つまりまっすぐの方に広げてあげることは大切か。もちろんイエスです。先ほどと同じようにアライメントの面で見たら。でも足指が広げられたら広げられただけいいのかって聞かれたら、もしくはどこまで広げるのがいいのかって聞かれたら、ゼロ度に戻すことがゴールであり、プラスに行くことがゴールではありませんよね。そして足指を広げたらむくみが解消されるだとか痩せるだとか健康になるだとか、さまざまな、なんかこう歌い文句がありますが、もしむくみが、こう慢性的なむくみがね、継続して起こってるとしたら、内臓の問題とか先に見なきゃいけないわけで、足の指広げようぜっていう話どころの話じゃなくなるんですよね。なので確かに足の指を広げることが外反母趾の人たちにとっては元の姿勢に戻すという意味では大切になってくるところもありますし、だからこそこの後出てきますが、トーセパレーターなどを使うっていうデバイスもありますが、どこまでやるのか、何のためにやるのか、最終的なエンドゴールはどこなのかっていうのが分かってないと扁平足になります。残念ですね。いかがでしたか。この音声にはアイゴ録にもある一度立ち止まって考えてみてくださいという言葉が何度も出てきましたね。もちろん私は情報提供側ですが、最終的にはダンサーもしくは先生が情報を受け取った後の行動をします。私がやめなさいよと南半球から叫んでも SNS でブロックしちゃえば聞こえません。なんだけど、知らなくてやっていたこと、努力だと思って続けていたことが次世代のダンサーの夢を壊してしまうことになるのはとても悲しいと思うんです。だからこそ先生たちは特に一度立ち止まって考えてみてください。立ち止まった後に方向転換をするかどうかは皆さん次第ですが、長い人生10分ぐらい考えてでも無駄になりません。そして立ち止まった後に答えが出てこなくても大丈夫だということも覚えておいてください。その場合もっと勉強して判断材料を増やしていけばいいだけですから。ほら、赤と青のリボンしかなかったら組み合わせは1つだけど、7色のリボンがあったら何通りも組み合わせができるみたいな感じ。知識が増えれば増えるほど指導や踊り方、自分のケアなどの組み合わせがたくさんできるということなんですね。そして生徒一人一人に合わせて組み合わせを選んであげるだけの余裕も生まれてきます。このポッドキャストが出ている時にはすでに2023年のセミナー申し込みは終わっちゃってます。ですが DLS と一緒に勉強した人はボリコンサークルやエクスプレス、そして最近のポッドキャストテーマにもなっている DLS 教師のためのライブラリをご利用くださいね。一緒に選択肢を増やしていきましょう。ということで、今日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。また来週のポッドキャストでお話ししましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。